こんにちは、ジャパンのカントです。よろしくお願いします。ですね、今日もちょっと撮っていこうかなと思いますけれども、皆さんどんな1週間だったでしょうか。ですね、僕はちょっと仕事の一区切りついたっていう感じかな。で、まあ少しこう落ち着きを取り戻したというか、多分これから取り戻していくんだろうというか、そんな感じですね。ちょっといろいろと自分なりに考えて、じゃあ生活を変えていこうかなとか、まあちょっともう新しく仕事を作っていきたいなっていうのも考えてて、それで、そっちの方に多分これから取り組み始めるっていう感じなので、まあまあちょっとずつやっていって、まあ結果を見ながら、なんていうのかな、また角度を変えながらまたトライし続けるっていう、そういう生活が始まるのかなと思ってますね。で、だからまあちょっと楽しみですよというような感じですけれども、まあちょっと何のこっちゃわからないでしょうけど、まあそう、新しい、皆さんが新しい生活を始める方もね、おられるでしょうし、そういった方が身近におられる方もおられるでしょうし、ですので、まあ僕もそんな感じで新しい生活が始まりつつあるっていう、そんな感じです。ですね、そしたらですね、先週もですね、コメントお便りをいただきまして、はい、ありがとうございます。それでですね、ぜひちょっとそちらの方を読まさせていただいて、ちょっとお答えさせていただくというか、そんな感じでやってみたいなと思います。では、行きます。お疲れ様でした。いろんなものに興味を示す方、いろんな考えの方がいるのっていいですね。いいというよりそれが当たり前なんですけどね。そういう意味で、いろんな議論をするのは楽しいですよね。口論はごめん、被りますが。先週、長女、家族が帰省しました。久しぶりに見る孫たちの大きくなってること、家に上がった途端飾ってあった石に興味を示しました。趣味で集めてる小石ですが、透過する石に興味を示して、透過する石に興味を示してましたね。好きなの何でも持って行っていいぞって言ったら目を輝かし選んでました。なんだかんだ言いながら10個ぐらい持ち帰りました。今度帰省した時に一緒に石取りに行こうと約束しました。可愛い娘の子供ですから、なおさらに、可愛い孫たち、いつになるか分かりませんが、ぜひ一緒に行こうと思ってます。7日の、長いについてですが、実は愛娘とは僕の頑固さゆえに20数年会っていませんでした。ですから長いもの、娘と会えず話せなかったこの年月ですね。ただ思ったのは、血のつながりは濃いなぁです。会って娘を抱きしめて泣いたら、一気に昔の親子に戻ってました。娘は可愛いです。それと関係ない話ですが、書き忘れてました。ロックさんの名言、ケースデーガンあるところにジャスパーありです。ようやく書けました。ではではおやすみなさい、いい夢を。はい、ありがとうございます。ですね、はい、そうですね、いろんな、そうだから、まあこういうふうに皆さんからこうコメントいただいたりしてるとですね、やっぱり考え方は本当にいろいろあって、もちろんそれが当たり前で、いろんな人の話というか考えとか経験っていうのを聞くのってやっぱり面白いんですよね。でそれがなんというか、このグダグダラジオでは、のんびりとそういう感じでね、続いていけばいいなと僕は思ってますね。
ご家族の、娘さんが帰省しましたということで、お孫さんがおられるということですね。家に上がった途端、飾ってあった石に興味を示しました。そうですよね。子供はね、石に興味を示すんですよね。これは本当に、石ってやっぱ面白いんですよ。多分子供の目で見て面白いということは、本来は面白いものなんですよね。途中からね、興味を失ったりももちろんしてくるんだと思うんですけど、なんかやっぱりね、純粋に面白い何かがあって、だと思います。趣味で集めてる、ごめんなさい、こちら書かれてるのはですね、趣味で集めてる小石ですが、透過する石に興味を示してました。これですよね。透過する石に興味を示していたって、本当そうですよね。なんかね、鉱物と言いますか、その宝石感っていうのはすごく、その透過する石にはなんかあるっていうか、石になんとなくやっぱりその惹かれる一つの理由っていうのが、やっぱりその宝石感にはあると思うんですよね。石って、まあ例えば模様とか、もう石は無数にありますから、いろんな石があって、その石一つ一つのその重さとか手触りとか、まあ形と模様とね、そういう個性っていうか、そういうものにももちろん興味を示しますし、それがこう例えば希少であるとかいう、まあちょっとギャあのある種その知識の付随するものとか、例えばそれこそ透過するとか、色が鮮やかとか綺麗とかね、なんかそういうね、価値みたいなものをパッと石から感じる瞬間っていうか、あるんですよね。本能的にね、なんていうのかな、ああいうのなんていうのかな、グリズリングっていうのかな、なんか水晶とかが、ものすごく小さい状態で、たくさん集まって生えてるっていうのかな、そういう石ってたまにあるんですよ。で、それは、水晶って、なんていうのかな、とんがった独特な鉱物の形をしてますよね。で、それが大きいと水晶ってわかるんですけど、石に水晶が少しずつ成長していっていたっていうような状態の石がたまにあるんですよ。それはね、本当に小さな水晶がたくさんたくさんこう、ついてるんですね。集まって。で、それを、まあ、こう、石を手に持って、こう、自分の目の前でこう動かすと、光をね、様々に反射して、キラ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 ってね、光るんですよ。様々に光るっていうか、それはね、なんかね、なんていうのかな、パッと目が引きつけられて、あれ本能に訴えかけてくるものがあると思うんですよね。なんかそういうもの、なんか人がね、わーって見ちゃうっていうか、だから子供も何かしらのところに、わーって見ちゃう何かを感じてて、そういう、まあ、知識が付随してて、ようが、まあ、いまいがっていうところもあるんですけど、なんかこう惹かれるんですよね。で、このなんか惹かれるっていう、こうちょっと理屈じゃないようなところが、結構石探し、今自分でやってても、なんかすごく、結局のところそこが自分が大事になってるところっていうか、大事にしてるっていうよりも、もうそこなんだなって思うっていうか、単純に石は無数にあって、いろんな表情があって、で、出会うたんびになんか面白さを提供してくれるっていう、なんか話が ずれたり 一緒になったりしてる気がするけど、ちょっとね、この文からそれをすごく感じたんですよね。で、好きなの何でも持って行っていいぞと言ったら、目を輝かし選んでましたと。そうですよね。石はね、面白いんですよね。僕はね、一回昔子供関係の仕事をしてた時があって、ちょっとね、おふざけも入ってたと思うんですけど、石英ってね、いわゆる、まあ、一般的と言われる鉱物ですね、石英。こう白い石が海岸なんかにいっぱいあったりするんですよ。丸くこう波で現れて丸くなった白い石ですね。結構行くとこに行けばいっぱいあるんですよ。で、これをたくさん集めて、なんかミニゲームみたいなのを子供たちとやった時に、景品でこの白い石をね、あげたんですよ。で、そしたらみんな、なんて反応するかなと思って、なんだよ、これ石じゃんってみんな言うのかなと思って
ってちょっと半ばそれをね期待しちゃってたんですね本当は。で突っ込まれるかなと思って持ってってみ、はい白石って言ってあげてったら結構喜ぶんですよ子供が。やったやったとか言って、いやもちろん石英は綺麗だし絶対いい石だしいいんですけど、なんかねちょっとあそっかとすごいなって思ったっていうか、そこなんか僕はちょっとね少しね受け狙いもあったもんだから、本当に純粋に綺麗っていうのとか面白いとかなんかそういうことにね子供に気づかれちゃったっていうか、そういうねちょっと面白い記憶というか思い出がありますね。はい、長いっていうのはですね、先週設定させていただいたテーマでですね、それについて書いていただいてますが、まな娘とは僕の頑固さゆえに二十数年会っていませんでしたとのことですね。二十数年会っていないってのはね、長いですよね。そうね、本当この血のつながりは濃いなっていうのはね、なんとなくわかる気がしますね。なんとなくわかる気がしますねっていう言い方もね、ちょっと面白いんですけど、僕はですね、結構疎遠なんですよ、両親とですね。父親ともまあそうなんですけど、母親とは特に疎遠でですね、僕はね、なんかこう、深掘りする必要はないんですけど、結構ね、子供時代はね、悲しい思い出が結構たくさんあったというか、で、たくさん自分の中ではトラウマを抱えて育った少年時代だったんですね。だから、なんていうのかな、大人になってこう客観的に、まあ、社会の中に入っていろいろ気づいたというか、これは大きな、なんかこう怒りの中にいたんですね、気づいたらね。それも含めて、その経験も含めて、なかなかですね、僕の母親っていうのはね、すごく破天荒というか、まあ、大した破天荒って言ったら悪いですけど、なんか元気な人なんですよ。で僕はちょっとねそこのところに理解を示してあげないという人でして、ちょっとですね母親とはねかなり疎遠なんですね。でまあ父親とももう僕はこうそういうところですね、結構ねドライなんです、親子関係に関してね、この人にはこの人の人生、僕には僕の人生ですっていうようなところでパッとこうそういう訓練をね、子供の頃からしてきたっていう自意識があるんですよね。だもんでね、こういう、例えば僕の妻の、実家ですね。で、妻は自分のお父さんお母さんとやっぱ仲いいわけですよ。まあそれが普通なんでしょうけど、それを見てて僕はすごくね、その珍しいことに感じちゃうというか、自分自身が、そのあんまりね、仲良くというか過ごせてこれなかったところからすごくこういいことだなと思いますしね、やっぱ親子ってのは仲良くあってほしいし、僕自身子供の関係の仕事も、そう16年ぐらいでしましたからね、そこでやっぱり親子のその絆っていうのは本当にいいもんだなっていうのはひしひしと感じましたから、とてもいいことだなと思うんですよ。ただその自分自身も、そうやって両親と、まあ、疎遠なんですよなんて言いながらですね、まあ自分の母親に関してその何て言うのかな、何を考えてるのかとか、そういうことがねもう手に取るように分かるわけですよ。だからやっぱりねこれは親子なんですよね。これはねまあ面白いなと 思います。どんだけ離れてても全く会わないわけじゃないんですけどね、ごく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 たまに会うんですけど、その時なんかもねパッとね、ああやっぱこの人は親子なんだなと、僕と半分血が入ってると言いますか、何考えてるかはよくわかるんですよ。だからね逆にっていうのかな、僕はね、そこでもう十分になっちゃう人で、これ以上その絆を深めなくてもいいっていうところ、もうこれで十分だっていう考えになっちゃう人ではあるんですけどね。ただやっぱりね、本来っていうか、まあ親子っていうのはすごく
仲がいいのはとってもいいことで、今回文章をくださった方も二十数年ぶりにお会いして、娘さんとお会いして一気に昔の親子に戻ってたというね、これは本当にいい話ですよ。よかったですよね。で、僕は本当によかったですねと思います。なんていうのかな、本当に末永く、まあいろいろあるでしょうけど、あってしかるべきでしょうけどね、仲良くいてほしいなーってね、この勝手にね、全く 関係のない場所からね、思っちゃうんですよね。そう、人の家庭に対して そうなんですよ。だからね、この文章はね、送ってくださって本当にありがとうございます。結局ね、何かっていうとね、人の喜んだ話とかね、やっぱ楽しいんですよ。結局そこが一番楽しいんですよ。なんかこう SNS とかでね、たまにこう人のね、誹謗中傷なんかで話題になってしまったりしますけど、一番面白いのはね、人がね、こういうふうに、なんていうのかな、商売をした上での苦労話、こういう感じでやってきましたとかね、単純に人が人として普通に生きてきたところに、そもそも大きなドラマがあってですね、いろいろとその社会的に目立つ、なんていうのかな、ドラマを探し出す必要はないんですよね。普通に生きてる人間が一番面白いっていうか、普通に生きてるっていう評価をしてるわけじゃないんですよ。すいません。でもまあ人間ってのはみんなね、そういうなんかこう、人それぞれにいろんなお話があって、それがね、やっぱりね、いいんですよ。で、やっぱり、それぞれに、そういうなんかね、なんとかね、なんかこう、いい話としてね、言い方が難しい 要はね、すごくね、薄い言い方をするとね、やっぱりね、幸せになってほしいわけですよね。関係ない人たちでもね。まあ、変な言い方ですし、変な話ですけどね。やっぱりそっちが結局一番 楽しいんですよ。何のこっちゃわからんですけど。関係ない話ですが、書き忘れてましたが、ロックさんの名言、形質例があるところにジャスパーありというのはですね、これはね、なんかね、すいません。名言ってね、これはね、多分ね、以前ですね、動画を撮った時に、なんかな、そう、ジャスパーがね、僕は好きなんです。ジャスパーって日本語で碧玉って言うんですけど、碧玉ってね、いわゆる宝石の原石にあたる輝石っていうらしいんですけど、ね、その部類に値する、珍しいっていうのかな、石になるわけですよね。こう客観的に価値があるっていうか。で、ジャスパーを見つけるっていうのが僕のその石探しの目的の一つになってるんですけれども、そのジャスパーをどうやって探し出すかっていうところに、自分自身がこう見てて、形質泥岩っていうね、これも形質泥岩っていう名前を自分で勝手に当てただけで、本来どう呼ぶのか知らないんですけど、僕がね、まあ動画をね、ご覧になってきた方はね、わかると思うんですけど、石探しをしてる上で形質泥岩って結構出てくるんですよね。この形質泥岩があるところにジャスパーもあるなという勝手な体験談なんです、ただの。だから、そもそもね、僕はね、本当にこの知識っていうものに対して疎いというか、わかんないんですよ。ツイッター、まあ、X ですよね。とか、インスタとか見てると、本当に詳しい人たちがね、もう、その年齢とか関係なくですよ、本当に詳しい人たちが、この石は何だって、わかるっていうか、そういうことね、できる人たち、結構たくさんいるんですよ。で、SNS だから、わーっとこう見ることができるんですよね。すぐ見つけられる、そういう人たちを。僕はね、ちょっとそのタイプと違うんですよね。僕はね、これはこうじゃないとか言って勝手に自分で名前つけちゃったり、適当なんですよ。だからね、このケースデーがあるところにジャスパーありも多分適当 適当なんですよ。ただ体感として嘘を言ってるわけではなくて、体感としては、やっぱりジャスパー探そうと思ったらですね、ケースデーガンがたくさんあるところにはジャスパーあるなって
ていうね、思ったっていう話なんですね、これね。はい、すいません、わざわざとですね、名言にしていただいてですね、すいません、ありがとうございます。もう、お恥ずかしい限りでございますが、ですね、コメントありがとうございました。まあ、お暇な時にで結構ですんです、ですね、ぜひですね、また、コメントいただけたらと思います。それでは、次のコメントに行かさせていただきます。ですね、こちらはですね、今回もいろんな方のエピソードや、あ、ごめんなさい、読みますね。今回もいろんな方のエピソードやロックさんのお話、とても興味深く聞かせていただきました。まだまだ知らない世界がたくさんあるものだなと思えて楽しいです。ぜひともこのグダグダラジオを長く続けてくださいね。ありがとうございます。そうなんですよね。いろんな方のエピソードが聞けるね、ってのは、ラジオって、まあ、いわゆる普通にこうね、巷に流れてるラジオって、いろんな情報というか話がいっぱいありますよね。それはどれも面白いですよ。いろんな人の話ってやっぱり面白い。昨日こんなことがありましたと、これ食べましたぐらいでもやっぱり面白いなと思いますね。あとですね、そう、知らない世界は本当たくさんありますね。今はまあ、ラジオに限らず SNS で、本当にもう、まあ、断片的、非常に断片的ですけれども、確かにね、たくさん、知らない世界があるっていうのはよくわかりますよね。世界中のって言っていいんじゃないかな、情報が、まあ、集まるっていうね、時代なんですよね。ちょっと前までね、テレビしかなかった、テレビしかなかったって言ったら悪いけど、テレビと新聞とね、で、情報を集めてたの、今もう SNS とか、まあ、YouTube とか、そういうネットがね、やっぱりすごい、変化をもたらしましたよね。ぜひともこのグダグダラジオを長く続けてください。ありがとうございます。まあね、本当に、僕自身、これが末永くね、続いていくといいなというふうに思ってます。まあ、ぜひですね、皆さんも、なんかこう、暇な時で結構ですから、コメントなど、ください。そしてね、そういうものが私のこの糧にもなっておりますのでですね、よろしければぜひこうやってコメントください。僕もね、コメント来なかったら来なかったでね、結構ね、適当に喋っちゃうっていう、喋れちゃうっていうのかな。だから、もう絶対コメントくださいねとかそういうことではないんですけど、やっぱりね、いろんな人と、まあ、少しずつコミュニケーション取る一つの方法なんですよね、この僕にとっても。ですんで、ぜひ、ラジオもね、長く続けさせていただきたいなと。まあ、ちょっとずつね、ぼちぼちとやってるうちに、いつの間にかこんなに時間が経ちましたねっていうようになるといいのかなと思いますね。ありがとうございます。それではですね、YouTube に直接来た、のは、こちらが、この2件いただきまして、ちょっと別口でですね、いただいておりますので、読まさせていただきます。それでは読みます。長いものに巻かれる。夫の実家に春休み、長期ステイしておりました。九州の片田舎です。田舎の中年女性は目立ちにくい褐色の体型をカバーするようなデザインの服を着ております。押して並べたようなファッションでした。髪などボサボサで歩いている人間は少なく、これまた肩を押して並べたように小綺麗でした。彼女たちがコミュニケーションを取るために服を、あっと、これは何て読むんだ、まとってかな、おそらく意味的には間違ってないと思うんですよね。服をまとっている、彼女たちがコミュニケーションのために服をまとっているのは明らかでした。出る杭でないことをアピールするための服、挨拶から始まるコミュニケーションを容易にするための服。実際彼女らはよく挨拶してきます。翻って都会の人間は奇抜な格好を他者に許し、挨拶はしません。それは都会ならではの温かさだ
と今回私は感じました。温かさにもいろいろあるのだということです。はい、ありがとうございます。ですね、九州の片田舎に、長期ステイしておりましたと。そして、これちょっと面白いですよね。その翻って都会の人間は奇抜な格好を他者に許し、挨拶はしません。それは都会ならではの温かさだと今回私は感じました。旦那様の実家にですね、長期ステイしたことによって気づいた一つの、気づきという、感じたことだということなんですよね。そうですよね。僕なんかは、都会って言っていいと思うんですけどね、都会とか田舎とか、今自分が住んでるところは、これはね、ちょっと相対的なところもあるから、なんと言っていいのか分かんないですけど、都会と比べたら田舎に住んでいる 状態ですけどね。コミュニケーションのために服を着ていると。で、出る杭でないことをアピールするための服なのだと。それもね、分かる気がしますね。出る杭、その量はね、郷に入ったら郷に従いじゃないですけど、そのと環境環境で、またその人たちの、なんていうのかな、生き様っていうのが違うということですよね。だから、都会は確かに本当に、例えば東京とか、いろんなところから人が集まってきて、で、それこそ様々な目的で、様々な仕事をしてですね、本当に膨大な量の人間がこう一緒くたにこう暮らすというか、そこにはいろんな人がいますから、いろんな人を見ることももちろん珍しくないでしょうし、挨拶はします。そうね、挨拶ちょっとしてられないぐらい人もいっぱいいるのかもしれないし、それを都会ならではの温かさだと。それはね、確かにそうかもしれません。僕もそう感じてる気がしますね。そこにはそこのっていう感じでですかね。僕がね、今住んでるところ、もうちょっと前にですね、もっとね、お、あの、もっともっとっていうのかな、田舎と言われる、人があんまりたくさん住んでないところっていうのかな、そこに住んでたことがあるんですよ。借家でですね。で、そこは、多分これ九州の人じゃなくても分かると思うんだけど、部落って言ってですね、いろんなこう集合体、ね、村って言えるほどの大きさではないような、人々の、集合体みたいなところを部落と呼ぶんですよ。だから、谷があって、そこにちっちゃな部落があって、その一つまた、なんていうのかな、山というか、谷、向こう側の谷に行くと、また一つちっちゃいコミュニティがあって、それもなんとか違う部落って呼んでたんですね。部落っていう言葉で、いまだにそういう部落っていう言葉を僕はその当時しか聞いたことがないんで、そういうふうな言葉を使ってるっていうのが、その当時はね、すごくね、新鮮だったんですよ。で、そうなるとですね、そうなるとっていうわけじゃないかもしれないけど、どういう生活をしてるかというと、みんなね、やっぱり結びつきがすごく強いんですね。で、今では、今僕が住んでる場所ではないですけれども、例えば、みんなが使う公共の場を、一月に1回とか何回とか集まってみんなで清掃するとか、それとかね、お葬式とかあった時にはみんなでお手伝いして、お葬式をするというようなこととかですね、そういう、結びつきが、その物理的な結びつきがね、結構強かったんです。だから周りは結構畑も多くて、畑してる人たちが、どうぞどうぞって言っていろんなものをくれたりですね、そういうことをたくさんあったんですよ。だからね、僕はね、で、これ、僕はね、これを結構ね、良くしてもらったっていうか、そこを一つの温かさとして捉えてたかどうか、僕自身は分かんないです。これがその
彼らの生き方なんだっていう中で、僕自身もその中にある程度すんなりと馴染めたんじゃないかなというようなですね、イメージでしたかね。だから、まあ、周りの人 僕がに対してどう思ってたか正直言うと分かんないんですけど、僕自身はそこにもそこなりの温かさも感じましたね。で、そうですよね。例えばじゃあこの方のおっしゃってるように、その都会ならではの温かさ、そうですね、都会ならではの温かさだと多分僕もね感じるんだと思います。都会に住んでいった時に、その都会ならではの冷たさも当然あるんでしょうけれどもね。だからそれはねありますよ。僕もねほとんど就職をしたことないんです。就職っていわゆる会社員っていうのかな、社員ですよね、なったことがね1回だけあるんです。しかもね3ヶ月ぐらい だからそれ以外はほぼ全てフリーランスっていうのかな、フリーなんですよ。自分は自由人なんです。ですからいろんな会社に行ったんですね、僕は。いろんな会社で、まあ、バイトさせてもらったりとか、さまざまなね、関わり方があるわけですよ。で、自分で仕事を作って、そこに対して、ある特定の形で受け入れてもらったりとか、まあ、外部のものとしてですね。もしくは、その自分が、提案していったものに、まあ、いわゆる会社さんに、納得してもらってですね、そういう仕事をさせてもらうとか、そういうね生き方なんですよ。で、そうすると何かっていうと、本当にね多分冗談抜きで自分の中でもう100以上の現場、会社っていうのかな、まあ会社は100は行ってないと思いますけど、現場にしてみたらもう100度、100を超えてると思いますね。さまざまなところである程度の期間こう関わらせてもらったわけです。そうすると何がわかるかっていうと、もうね全然みんな違うんですよ。もちろん同じ日本人ですから、もちろん共通点はあるんですけど、みんなね会社のね空気とか常識、会社が持ってる常識って全然違うんです。だからこの会社では、まあ A という会社では、こうしてしかるべきだろうっていうふうにみんなが思ってるんですね。みんなっていうか大勢が思ってる。でも B っていう会社にいたら全然違うんですよ。そうじゃないんですよね。で、そこのね違いをすごく感じたっていうか、だから多分ねそういう生き方をしてきてる人は多分そこをすごく感じるんですよ。で、一つの会社をずっと勤め上げる方もいらっしゃいますよね。そういう人たちはそこの一つのコミュニティっていうのかな、常識ですとか、生き様っていうか、生き方、考え方みたいなものがしっかりと染みついていくっていうか、それはね、築き上げたもののうちの一つだと思うんですね、そういう人たちが。築き上げていくものだと思うんです、僕自身は。だから、僕はね、常に、まあ、言い方を言うと、まあよそ者なんですよ。ですんでよそ者がお邪魔してるというような状況を常にあるんですね、僕の中には。だから、まあ、様子を見るわけです。で、何かというと、ここのコミュニティはこういうふうな生き方なんだっていうことが分かってくると、それに合わせられるっていうか、合わせられるんじゃないんですけど、合わせざるを得ないですからね。ただ別にいやいややってるわけじゃなくて、もうそれがそういうもんなんだと思ってやってるわけですね。そうすると、そこにはそこの生き方があって、で、A と B の人間がね、A という会社と B という会社の人間がいきなり出会ったら、これちょっと考え方違うなと思うだろうなというようなものをこう僕ら見てきてるんですけれども、やっぱり一定期間そこにいる、そこで働くっていうことになったりすると、その A には A の生き方、B には B の生き方で、ある程度自分もすり合わせるわけですよね。その時にどっちが居心地いいかというとね、これね分かんないなって思うんですよ。会社さん、まあ要は何かというと、
多分相性、っていうのはあるだろうなと思いますし、あとはその時その時のタイミングっていうか、なんかね、そういうのってすごく複雑なんですよね。だからどこに行っても人としての優しさってのはあるんですね、みんな。で、逆に言うとっていうのかな、その厳しさもあるっていうか、だからそこにね、あまりにもマッチできないっていうふうになった時はもうマッチできないです、僕はね。だからじゃあマッチできなかったところに、やっぱり人並みのその生活というか生き様というか優しさというのか、そういうものがなかったかというと、やっぱりそうじゃなかったはずなんですよね。それはね、なんとなく自分でも分かってるし、でも要はみんな違うんだということですね。この日本の中でも、まあ地域もある程度僕は転々としたなと思ってますけど、まあ、地域なんかも含めてやっぱりみんな生き様が違うんですよ。だからそこを、僕は外部の人間ですからね、本当にそこに合わせるというような生き方、自分なりにですよ、合わせられないことの方が多かったかもしれませんけど、それはもう自分はそういうふうな感想を持ってるってことですけど、合わせていくっていうことですね。ここの人たちはこういう考え方でこういうペースで生きてるんだなとか、でその中で自分はどこまで主張するのかとかいうことも含めて、やっぱり生き方がね、みんな違うんですよね。それはね、すごく僕は感じました。だから ここのこの、まあ、九州の片田舎の方たちがね、彼女たちがコミュニケーションのために服を着てると、おそらく本当にそうなんだと思うんですね。それはもしかしたら、半ば意識してる、半ば意識してないような、まあ、かなり自然なことなのかもしれませんよね、そういうことってね。そこでまあ、出る杭というか、まあいわゆるちょっと違う、毛色の違う服を着るっていうことに対して一定の、まあ何て言うのかな、デメリットがあるっていうことですよね。そういったものが、なんでそういうデメリットがあるのかっていうのも、おそらく地域ごとにですね、まあ環境ごとにっていうのかな、違うんだろうなと思うんですよね。ただ例えば東京とか、まあ、大都会は本当にいろんな人をこう垣間見るじゃないですか、あまりにも人が多いから。そうするとやっぱりいろんな人間いるんだなってのは、こう横目で見ながら感じるんかもしれませんよね。僕自身はね、いろんな現場を、まあずっと長い間大都会にずっといたってわけじゃないと思いますけど、まあいろんな環境に身を置いた気はします。だからそこにね、ものすごくね、本当それぞれだなという 純粋にそういう感想を持つんですよね。で、都会は奇抜な格好を他者に許し、挨拶はしません。それは都会ならではの温かさだと感じましたと。これはね、本当になんかこう一つの大きな発見じゃないかなと思いますよ。僕はなんか僕自身が発見として感じてますね、ここにね。そう、温かさの意味もいろいろあるんですよね。本当そうですよね。いや、本当にそうだと思います。温かさにもいろいろある。だからまあいわゆるステレオタイプの優しさっていう、何がステレオタイプか分かんないですけど、その人が持ってるステレオタイプの優しさっていうもの以外の、そのシチュエーションでも、いろいろあるんだっていうことですよ 温かさにね。まあ僕はいろんな人、ここにこうやってくださった人たちの意見、今まで全部ね、やっぱり一定の同意を持って感じてます。それはその同意を持とうとしてるんじゃなくて、そうだよなっていうふうに純粋にやっぱり感じますよ。今回のもそうですね。奇抜な格好を他者に許してくれる、これ意外とだから逆に言うと生きやすいかもしれませんよね。都会の方が生きにくいという人もいるかもしれませんけど、むしろこっちの方が生きやすい瞬間だったりタイミングだったり、そういう人だったりっていうのがいるかもしれませんよね。
まあ、僕は長い間も今自分のこう住んでる地域に住んでますから、ここの生き方っていうのがなんか自分の中でのステレオタイプになったんじゃないかなっていう気もしますけどね。だからまあこの後こう環境が変わった時にいろいろとストレスを感じる可能性もありますけど、それもまたそこなりのそのいろいろあるんだなっていう温かさを自分自身の中で理解することというかな、感じれることができれば結構どこでも暮らしていけるのかもしれませんよね。はい、ありがとうございました。またぜひですね、これに懲りず、コメントいただけたらと思います。ではですね、次の、コメントに行かさせていただきます。はい、読みます。動画を見ました。音楽を色で分けて色ごとのグループで聴くというのが興味深かった。赤を黄色の三原色、その混色のグループも考える。すると音楽の印象が別のものに聞こえてくる。音楽というのは形としては見えない。それを何かの実物のように考えてみるというのは驚きです。はい、ありがとうございます。ですね、そう、これは先週の、グダグダラジオで、ちょっとお話しさせてもらったんですが、これね、ちょっと僕なんかちょっとしつこくいろいろその話をしちゃった気がして、あ、しまったなと思ったんですよね。ちょっとなんかあれだったかなと、突っ込みすぎたかなとかね、思ったんですけれども、こういうふうな感想をいただけたのはですね、ちょっとありがたいですね。これは何の話かというとですね、まあ、音楽を聴いてると、その音楽に色味を感じるということですね。まあそんな自分の中ではあまり不自然なことではなかったんで、結構ナチュラルなことだったんですよね。僕ね、ちょっと興味があるのは何かというと、互いに関連してない者同士の中に関連性を感じるという作業になんとなくね、没頭する時があるんですよ。そこに結構興味があるんですね。関連ない者同士だから本来関連あるんだというふうに捉えたいんだと思うんですね。音楽が、例えば、自分が興奮しすぎてる、これはね、僕の勝手な考えですよ。興奮しすぎてるなと。興奮は赤なんですね。ですんで、まあ、これの反対に当たる、まあ、青もしくは緑の音楽を聴くことで、この興奮しすぎてる状態を、緩和することができる。例えば、青はその落ち着きのようなものなんですけれども、自分はちょっと沈みすぎていると。で、これをちょっと緩和しなければいけないと感じた時に、オレンジとか、まあ、赤、まあ、僕の場合は、オレンジとか、まあ、黄色とかもそうかな、まあ、要は青以外ってことになっちゃいますけど、そういうその音楽を聴くことで緩和される、青すぎる状態が緩和されるというのかな。そういうようなね、自分なりの民間療法的な音楽療法を自分なりに持ってるっていうような話だったんですね。で、そこにその、まあ、色味とその音楽に関連性を感じてるっていうところに、ちょっと興味を持っていただけたのかな。これね、例えばですよ、音楽って、絵画とちょっと僕はそこに関連性を感じてたんですけれども、絵画っていうのはある一定の広さの平面なんですね。で、この広い広さ、小さい、絵画もあります。この小さい絵画がどん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 ちっちゃくなっていくと、まあ、見えなくなってきますね。音楽はボリュームがありますよね、音の大きさが。それをどん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 ちっちゃくなると聞こえなくなりますよね。ですんで、絵画の大きさはボリュームの大きさにちょっとこう関連してると。ただこのボリュームっていうものはですね、もう一つちょっと僕の中では特徴を捉えてて、特徴を持ってて、何かというと、明度っていうのかな、明るさなんですね。絵画は一定の明るさの中で見ますね。で、これが真っ暗になった時に絵画も見えません。で、絵画は、まあ、じゃあとてつもない光量をどん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 やっていくと、まあ光量、絵画だけじゃないんですけど、
明るすぎて見えなくなるということもあるわけですね。とてつもない光量が訪れた時に。で、これはボリュームと一緒というか、似てるっていうふうに感じたわけです。つまりボリュームもどん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 ちっちゃくなっていくっていうのが、光がどん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 暗くなっていくっていうことに近いなって思ったんですね。で、そしてそのどん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 明るくなっていくっていうのが、ボリュームがどん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 大きくなっていくっていうことにも近い。つまり明るすぎてもうやられちゃう、ボリュームが大きすぎてやられちゃうっていうようなところに近いなと感じて、これはもう本当に僕の勝手な感覚なんですけど、あとはね、例えば、巻物ってありますよね、絵巻物とか。あれは長いじゃないですか、すごく。で、ずっと、例えば本来そういう使い方しないですけど、めちゃめちゃ長くして全部開いちゃったとします。そうするとこの巻物の長さは音楽の長さに近い。例えば、変な、これも変なのかな、ある一定のスピードで絵画を左から右に見ていった時に、大きい絵画の方が見終わるのが長いですよね。ちょっとそれは密度の問題が出てくるんで、ちょっとそういうわけには本当はいかないんですけど、ですんで音楽の長さが絵画の大きさに、ある意味ちょっと比例するというか、何て言うのかな、該当するというか、そういうイメージを持ってたんです。これもイメージです。で、なんでこんなことを考えるかっていうと、絵画と音楽の共通性みたいなものをある意味言葉で自分の中で表現してみたかったっていうところなんですね。音楽は音楽、絵画は絵画なんですよね。だけどそこに共通性がないんだっていうふうに思いたくなかったんだと思うんですね、僕自身が勝手に。だからそういうふうにしていった。そういうふうな学生時代をちょっとね過ごしたんです。僕はね、美術関係の学校に社会人入学で入ったんですよ。当時24歳ぐらいだったかな。で、美術学校に通うようになって、当時はね、だからその何にっていうか、あらゆることに苦しんだんですけど、その中から何を自分が、あらゆることに苦しんで何を導き出したかというと、全部同じように生きたいって思ったんですよね。こっちではこういうふうに生きて、こっちはこういうふうに生きてとか、なんていうのかな、自分の中で絵画も、さまざまなジャンルのものを、勉強するわけですけど、ありますよね、美術って言われるものの中にも陶芸とか絵画とか音楽とか、音楽は美術って言わないのかもわからないですけど、すいません。だけど、あるじゃないですか、ジャンルっていうものが。このジャンルっていうもので全部違うんですよ、その考え方が。そこがね、なんか僕がすごくまた一つ、さまざまなものに苦しんだ中で、また一つ苦しんだものの一つで、あらゆる場所であらゆる顔をしなきゃいけないっていうか、日本画と洋画は違うんですよね、その考えてることが。一緒と言えば一緒ですけど、違うと言えばやっぱ違うんですよ。で、そこを同じように捉えたかったっていう時期だったんですね、僕の中では。だから自分の生き方とか絵画とかが同じようになってほしかったっていうか、わけわかんないかもしれないですけど、僕はそう思ったんですよね。自分でもね、説明がちょっとしにくいんですよ。その方が、シンプルだったと思ったのかな。これも結局長くなるんで割愛しちゃいますけど、で、最終的にっていうか、今僕は思想時40代に入って、で、そこで何を考えてるかというと、これはこれ、あれはあれでいいっていう感覚に至ってるんですね、今自分は。で、これが答えかどうかなんてのは分かんないですよ。だけれども、石を探してる、いじってる時の自分と、絵画を描いてる自分と、
雑貨とか、まあ、雑貨が好きなんで雑貨とかをこう眺めてるとか、自分の中で見定めてるとか、そういう時と、音楽とか、まあ、あらゆることに関して違う自分がそこにいるんですね。で、それが当たり前になってきてる気がするんです、自分の中で。つまり一つのその思想の中に入れ込まなくてよくなってきたのが今の自分なのかな。いいとか悪いとか分かんないですよ。だけどこっちではこういう顔して、こっちではこういう顔して、ちょっと支離滅裂な矛盾した自分っていうか、それを受け入れるようになってきてるわけです。で、これなんで受け入れるようになってきたかというと、これは僕の中の考えで、人間っていうのは矛盾してるんだなということを僕自身はかなり強く感じててですね、矛盾してる人間っていうのは矛盾してる、こっちではこういうふうに感じてて、あっちでは全く逆に感じてて、全然逆の人間があらゆる場所に、その一人の人間の中に存在してるっていうのが当たり前だなと思うようになっちゃったんですね、僕は。で、自分自身を苦しめてきたものの一つがですね、こっちでこうなんだからこっちでもこうあるべきだって、その全部に対して統一性を求めたんですね、自分の中で。そうあるべきだっていう感じなのかな。で、それがね、逆にっていうか、そうすることがいいことにつながっていくと思ってたのが自分の中では苦しみだったんですよ。だったんですよっていうか、だったなっていう今の現在進行形の結論っていうんですかね。だから自分の中では、今の自分の中では、絵を描いてる時の自分はこういうふうな感覚でいると、こういう考えでいると、仕事をしてる時の自分はこういう感覚でこういう考えでいると。で、音楽とか、まあ、さまざまなことですよ、その人付き合いとかも含めてさまざまなことが全部違う自分が対応してるっていうのかな、違う自分がそこに出てて、それがね、当たり前になってきた。で、それを一言で言うと、人間ってのは矛盾してるんだということなんですね、僕の中では。だから矛盾してていいんだって言ってるようなもんなんですよね、これは。で、そこがね、例えばですよ、タレントさんがいて、タレントさんが、これは極端な例ですけど、タレントさんがいて、そのタレントさんがすごくイメージのクリーンなタレントさんがいたとすると、で、ある不祥事がそのタレントさんの中から出てきたら、やっぱりこれはまあ、批判されるわけですね。ところが、もともとそのダーティーなイメージのタレントさんがいたとして、この人が同じようにダーティーなことを不祥事として起こった時には、あまり批判されないという現象がこう起こったりするなというふうに自分は思ってるんですけれども、で、これなんでかというと、まあ、これもごめんなさいね、僕のイメージなのかもしれませんけど、やっぱりそのクリーンなイメージの人にはクリーンな人間でいてほしいという願望があるっていうふうに感じるんですね。で、僕はそれは無理だろうというか、人間っていろんな顔を持ってて、いろんな面があって、一つの人生の中に、まあ、同じようなタイミングであっても矛盾した行動を取るもんなんだっていうふうに思うようになったんですね。それからはっきり言ってすごく楽になっちゃったんですね、僕自身は。まあ、いいとか悪いとかじゃないんですけどね、僕の中でも。でも確かに楽になっちゃったというか、人間ってそういうものだよなって。こっちで だから今出した例はすごく極端なんですよ。でも、例えばじゃあ仮にですよ、ある人が、まあ、悪いことしてましたと、社会的に悪いことしてましたと、で、ある人は、その同じ人が、何かいいことをしましたと。で、それはじゃあ矛盾した行為に、まあ、ある一つの視点から見ると感じるんですけれども、でも同じ人間の中に内在してるわけですね、その、いわゆる一つの視点から見た時のいいと悪いが内在してるわけです。そういうものなんだっ
って思うようになったっていうのかな。あんまり引っ張る話じゃなかったかもしれないですけどね。そんな感じでございます。そうですね。そしたらですね、まずとりあえず4月、今7日なんですが、4月14日ですね、来週が、次のグダグダラジオの収録といいますか、発表というか放送日になるんですけれども、4月14日のグダグダラジオを、ですね、ちょっと、まず一つ、4月14日は何の日かっていうのを調べました。テーマを決めるにあたってですね。で、それは、いろんな日なんですけど、その中で一つちょっとね、面白いなと思ったのがあったんですよ。それは何かというと、4月14日はフレンドリーデイに制定されてるらしいですね、一つ。で、これ、フレンドリーデイって何かというと、友達っていうことなんですけど、友達は、良いよねっていう、その、良いよっていうね、4月14日ですから、良いよって、友達は良いよっていうことで、フレンドリーデイ、で、そんな無茶なと思ったんですけどね。だって何でもできるじゃないですか、それ。友達じゃなくてもね。でも面白いなって。で、フレンドリーデイっていうことに制定されてるらしいので、そのフレンドリーデイからですね、友達っていうことで、一つ、テーマにしてみようかなと思います。で、4月14日のテーマですんで、友達にさせていただくんですが、もうテーマと全然関係なくても全く構いませんし、一言二言でも全然構いませんしですね、もちろんその長文でも、もちろん大歓迎でございますんで、いつもくださる方々、あとその初めて出してみようかなという方も含めて、ぜひぜひですね、このなんかわけのわからんラジオですけれども、コメントいただけたらなと思います。それとですね、4月14日ですが、誕生日を調べてみました。そうしましたらですね、漫画家のですね、大友克洋さん、また僕ね、問題を起こしてますよ。4月14日を調べちゃいけないんだ。4月7日を調べなきゃいけない。ねえ、やっちゃったよ、また。でも、もういいんで、4月14日の大友さんの誕生日にしちゃおう。もう、その話をします。4月14日は大友さんの誕生日で、つまり来週ですけどね。来週は大友克洋さん誕生日です。大友克洋さんは漫画家で、アキラ、僕はね、大友克洋さん漫画いろいろ読んでるはずなんですけど、タイトルはね、あんまりいろいろ覚えてないのかもしれない。いろいろあるんですよ。なんで、すごくね、あの人すごいですよねって月並みの言い方すぎますけど、僕の友人はですね、大友克洋さんすごく好きで、時代をというか漫画を変えた漫画家だっていうぐらいね、言ってました。で、僕はそこら辺のその歴史的なこととかあんまり詳しくないんで、わかんないんですけど、でもやっぱりすごいなって、それはもう思いますし、アキラっていう漫画をね、今持ってないんですけど、昔持ってたんですよ。あれね、6冊か7冊ぐらいあったのかな、5冊やったかな、忘れちゃいましたけど、大きなね、漫画なんですよね。で、その大きな、ちょっと紙の質がね、少し悪いぐらいの紙で、なんか雑誌みたいな紙質だったと思うんですけど、で、それを、持ってたんですよ。あれ、すごく面白かったです。で、つい最近ですね、アキラのね、アニメーションを、映画を見ました。で、それはね、それもすごかったです。内容はね、話の内容は、ちょっと同じような、違うような、というようなところが、もちろん、映画なので、2時間ぐらいにね、圧縮してますから、あるんですけれども、アニメーションがね、すごく良くて、色合いがすごく良くて、面白かったですね、すごく。で、ということで、僕にとってはですね、大友克洋さん、やっぱりアキラなんですね。で、すごくね、定期的に見たくなる。あそこら辺の、そういうアニメーション映画って、
日本のアニメーション映画っていろいろあるんでしょうけれども、僕もそれなりに見てきてると思うんですけど、アニメーション映画でいうと好きなのはね、なんだろう、そのアニメーションを見るっていう意味ではやっぱりジブリですね、一つはスタジオジブリ、あとやっぱりこの大友さん、あとね、攻殻機動隊、攻殻機動隊はね2.0っていう別バージョンみたいなものがあるんですけど、そっちじゃなくて元々の方っていうのかな、が好きですかね、僕はね。まあ僕の勝手なね、あれですけれども、感想ですけど。で、そう、その大友克洋さんじゃないんですけどね、攻殻機動隊はね、確か。誰やったかな、押井守さんやったかな、忘れちゃった。はい、でもまあ、その、つい最近また、アキラを見てね、やっぱりすごいなって、もう本当に改めて感じました。お誕生日おめでとうございます、大友克洋さん。という感じですね。だいたいね、なんだかんだでね、結構話したんじゃないですか。時間が余ったらなんか適当にいろいろ話そうと思ってたんですけど、結構あれなんじゃないですか。時間経ったんじゃないですか。ですね、お知らせがね、2つあります。1つはですね、この動画なんですけれども、皆さんからいただいた、コメントをですね、つらつらとこう読ませていただいてますが、自分のその出したコメントというかお便りがですね、そのどこで読まれてるかっていうのをもうちょっと分かりやすくしたいなと思ったんですよ。ですんで、概要欄っていうのかな、この、まあ、今皆さんが見てるこの動画の概要欄のところに、次回の放送は何日ですとか、まあ、いろいろ書いてたんですけど、これだけじゃなくてですね、要は、この何分あたりに一つのある方のその読ませてもらったものがありますよと、何分あたりにまた次の方のがありますよっていうふうに時間の区分けをね、書いておこうと思います。コメントくださった方のですね。ただラジオネームをくださってる方とくださってないというか、まあ、別にいらないんですけどね、もちろん。だけどラジオネームをくださった方にはラジオネームで「なんとかさん」って書いておきますんで、それ以外はですね、もう時間だけ書いてますんで、そこの時間のところにポチッとこうクリックしてもらったら、その時間に、誰かがこう読み始められてますんで、早急にと言いますか、とりあえず自分がどこで読まれてるか、ちょっとまず調べたいなみたいな時はですね、そこを一回見てもらって、こうパチパチとこう押してもらったらですね、自分のが読まれてるのがもっと早く分かると思うんですよね。で、なんとかさんのが読まれてるのを聞きたいっていうふうな時も、そういう形で探してもらえるんじゃないかなと思って、とりあえずちょっと取り組み始めなんで、僕もよく分かんないんですけど、話題ごとにですね、少しこう、あれを、なんていうの、時間の 話題ごとに時間のやつをこうつけようと思いますんで よかったらそっち側もちょっと活用してみてください。もしかしたら便利かもしれません。はい、そんなもんかな。もう一個あるって僕言いましたよね。そう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 、はい、これはですね、ちょっと大きなことなんですが、今ですね、5時に、日曜日の5時に上げてます。はい、でこの日曜日の5時に上げてるのをちょっと変更しようかなと思ってます。日曜日の午前に上げようと思ってます。何時にしようかな、8時7時8時ぐらい、8時にしようかな、まあ、8時にしようか。ですんで、来週からはですよ、来週からはいつもは日曜日の夕方5時に上げてますね。で、来週からは、次回からは、日曜日の朝8時に載せようかなと、流そうかなと思います。まあ、実験的にそれやってみて、いいなと、具合がいいなと自分で感じたらそうします。定着させます。
ただ僕もね、なんかね、こうスケジュール上ね、間に合ったり間に合わなかったりということがあったりする時もあるんで、そういう時はがあまりにも多いなってなってくると、また夕方の5時に戻すかもしれませんけども、とりあえず次回からはですね、朝の8時から放送スタートとなりますので、もちろん今まで通り夜聞きますという方もですね、聞けると思いますし、朝聞きたかったなという人も聞けると思いますし、ですので、まあ、そんな感じにしてみようと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、今回はこれでおしまいとなります。まあ来週も皆さんですね、ご機嫌よろしゅうお過ごしくださいませ。ありがとうございました。失礼します。